わっさっいやというのです。はい、ということで今回なんですけども皆様お気づきでしょうかという感じなんですけども、制圧って昨日来てなかったんですよ。昨日のあの確かね、昨日のマップはブロストライカーだったんですよ。この右端下のとこがねブロストライカーだったんですよ。昨日のその何時だろうな、11時前ですね、夜の11時前だったんですけど、なぜか、ここね、右のとこさ、ほら、新イベント7時間って、夜の11時なんですけど、夜の11時になると、サッカーから制圧に変わるんですよね。だけど、制圧が来なかったんですよ。今だから、ブローストライカー終わって制圧じゃなくて、ブローストライカーからのブローストライカーが来てるんですよ。これちょっとやばくない？制圧が来ないって結構やばくない？で、マップがね、なくなったんじゃないかっていう、自分たちの予想だったんですけど、昨日来るはずだった制圧って、ゴミ捨て場みたいな、なんかゴミなんだっけな、ちょっと待ってね。ゴミ捨て場だっけ、ゴミ、なんだっけな、ゴミ捨て場か。ゴミ捨て場だったんですけど、ゴミ捨て場が来ないで鉄壁の守りが来るっていうね、なんか謎の。で、しかもアプリの、そのなんかスマホのね、次って来るやつわかるんですよ。それをね、ちょっと写真で載せとこうと思うんですけども、それも、サッカーなんですよ、今回また。やばくない？ 3 日連続サッカーってやばくない？制圧がなくなってるっていう。もしかしたら、ずっとここサッカーの可能性が高い。マジで。はい。ワンチャンスだから、トロワゲのなんかわかんないですけど、なんなんですかね。俺もちょっとバグかどうかわかんないですけど、サッカーなんですよね。よくわかんないですけど。まあ、という感じで、だから正直なんか、まあ、そういう事件ですね、事件。事件をみんなにちょっと気づいてほしくて、実は右下のところは、サッカー、はい。水圧じゃなくてサッカーが3日間来てますよっていう事件のお話でした。だから、ワンチャンバグかと思うんだけど、もしかしたらずっと制圧来ないんじゃないかなっていう感じですね。トロフィー2倍ってやっぱおかしいもんね、正直考えたら。なんで、やっぱそうなるとトロ上げの効率とかもね、やっぱ圧倒的に変わってくるから、やっぱ制圧の時にめっちゃトロ上げしてた人たちはすごい。だからさ、今正直このトロ上げしてるアークってやつはマジでかわいそう。だって制圧来たらやろうと思ってたのに、制圧が来ないでサッカーっていうね、トロ上げバンバンだよね、悲しい。っていう、もうなんか、はい。今シーズンだから超ガチってトロ上げしてる人はマジでかわいそうですね。はい、制圧がね、一回来ない。ワンチャン今シーズンずっと来ないとかあるかもしんないからね。どうなんだろうね。制圧が来ないってでもあるのかな。どうなんだろう。なんか、マップ消えることってよくあるんですよ。ダイヤモンドダストって消えたんですよ。マップ。エメハンのね、あったじゃないですか。ダイヤモンドダスト。カールズデーって動画出したやつ。あれ消えたんですよね。だから、そういうのってやっぱちょくちょくあるんですよね。なんかあんま人気なかった。だからトロッコも消えるんじゃない、ワンちゃん。あ、でもフレバトで面白いから消えないか。だからクリスタル洞窟もさ、マルチで来ないでさ、ずっとその、あれじゃん、その、フレバトのみじゃん。のみの場所っていうか、とかだし、その、なんだろうな。ブロスタウンはちょっと難しいですね。どういう感じでやってるのか。静かにやるじゃん。ここなくなりましたよとかじゃなくて。静かにやるからさ、みんなビビるよね。制圧が来なかったって、だってバグだしね、これ多分。バグじゃなかったら、本当今回トロ上げしようとしてる人たちはみんなかわいそうっていう感じですね。ということだって、まあそういう話で、まあ今からディオやっていきますっていう感じで、デムシーとね、やっていきたいと思います。今回は、路地裏って場所かな？路地裏って場所なんですけども、まあエリザベスが強いかなって感じですね。エリザベスとか、パムとか、まあ自分的にはペニーも強いと思うんで、ぜひとも皆さんも真似してみてください。はい。まあカットしないです。まあなんかね、今さ、ヤマさんとさ、キヨキヨさんアメリカ行ってるじゃないですか。俺もさ、行くはずだったんですよ。行くはずだったんですけど、なんか、飛行機代は出てくれたのよ。飛行機代は出てくれたんですけど、なんか、お金がなくて、そのあっちで泊まる。さ、一人暮らし用で貯めてるお金がありましてね、それをね、崩すかどうかみたいな。崩してアメリカ行くか、その早めに貯金して一人暮らしするかっていうのを考えたときに、まあなんかやっぱ自分は YouTuber としてまだまだじゃないですか。だから、その、なんだろう、資金としても足りない部分がいっぱいありまして、いけないなーって思って行かなかった。っていう感じです。でも。おー、そうだろ？デムシー消えた。ごめん。デムシーごめん。デムシーごめん。今、ちょっと調子乗った。あれは絶対やれると思った。
はいはい、まあでも勝率的にはさっきからずっとやってるんですけど、まあいいと思うんですよね。はい、まあだからアメリカさ行きたかったんですけど行けなかったっていうのはすごい残念ですね。だからもうちょい自分お金ね貯めてね、あの頑張れるようになったら、はい、行きたいと思います。アメリカへ Go! Go! アメリカ Go! アメリカ Go! 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 アメリカ Go! Go! アメリカ7はちょっと辛いけど、こっちやる、こっちやる、こっちやる、ナイスナイス、現地地ナイス、怖いな、な、お、お、抜いた、すごい、これさ、無理じゃない、飛ぶ、おいしい、すごい、いや、これ普通に、あの、自分がやらかしてますね。はい、もう一回行きましょう。ペニーじゃないのかな、ペニーじゃないっす、重なるからペニーでいいのか、ペニーに行きます、はい、結局。ペニーここ強いと思うんだけどな、難しい難しい。まあということで、あのいろいろとね頑張っていきたいなということのお話でした。あと制圧が、はい、あの来てないですよっていうお話ですね。制圧来なかったらマジ取るあげ大変だからね。ほぼ制圧で俺あげたもんね、あの800まで。なんか制圧シェリーとかってやっぱ制圧はあんま使いづらいんですけど、今ローサがいるから使いやすいかなって感じするんですけど、シェリーとかだったブロストライカーで800に上げたんですけど、なんかちょっとねやっぱあったよね、その抵抗が。だから1日で800ってよりかは、あの分けて700にしてから次の日100上げてみたいな感じでやった方がモチベは続くね。ダリルはそうだった。ダリルはブロストライカー2回に分けてね、あの800にしましたねっていう、あのなんだろう、なんて言うんだろう、計画ね、計画をちゃんと練ってあげるといいと思います。トラギね、なんであのトラギ頑張ってる人ぜひともね頑張ってみてください。はい、いないですね。また右下にと、あとは右下と左下にいるんですよね。右下行くか。2個あるよね。あ、やっぱ取ってる取ってる。なるほどね。一回隠れて、おお。危ない。一回隠、あ、出ちゃった。まあまあいいか。あいつ虫で。虫虫ロワイヤルですかねこれ。いや。死んでんのか、オッケー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 、あれやばい、それやばくない、結構逃げる、さすがにやばい、やべやべ、危ね、近くだったら勝てるはず、危ね危ね、ガー危ね、電池チー、いけるって言って、ナイス、逃げろ逃げろ、左へ逃げろ、頑張れデブシ、嘘取るの、いや絶対取、ああ俺が生き残って、なるほどね、俺が生き返ったら、ああああああ、はいはい、絶対逃げる絶対逃げる、デブシ絶対逃げよう、もうもうここなんなら、ここ絶対わかんないですよ、敵この毒の力なんて、必殺技ですねこれ、ヤピマルのバトロイ必殺、あの毒の近くでずっとこうやって待ってる、こうするとね敵あんま来ないんですよね、強これみんな使ってみてね、ここで結構いいんですよマジで、俺よくやるんですけど、あれオーマイ、挟まれてゆく、さあデムシー生き残るか、頑張れ頑張れあーオツニだ、あーオツニだー、あーあもう3位か、ちょっと待って、ペンに変えるか、ちょペンに変えようなあ、火力欲しいなあ、火力欲しいっすねこれ、ダリルあり、ダリルでいいか、じゃあオッケー、ダリルでいきましょう、さあさあダリルでどこまでいけるか、ちょっとマッチング長いねここ、マッチング長いんでまたね、あのカットしていきたいなと思うんでね、なんかマッチング長くてさ、試合のあれがさ、なんつうんだろう、短いってちょっとなんかあれよね、はい、なんか感じるということでカットしていきたいと思います、バイ、さあやっていきましょう、ダリルだよな俺、よし、相性的にはいいと思います、 DMC これな、こんなだったっけロジーだって、あれなんか変わってる、よし、だからエリザベスってね、あの単体だと弱いんですよ、バトルで、だからこうやって組むとき、フランケンとかと組んだりとかね、お、なんか何も持ってないやついるよ、ふっ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 、逃げた、
追わなくていい系？これ追わなくていい系？ああ、なるほどね。クロウがね、死んでたんだ。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。お、デムシがやばい。よしよし、オッケーオッケーオッケー。ああ、マジか、シェリーいんの？それはオツニーだ。これが強い。負けデムシ。ああ！オッケー。逃げた？いるよ、クロウ。オッケー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 。ああやばい。オッケーオッケーオッケー。おしよしよしよし、オッケー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 。挨拶的か。オッケーオッケーオッケー。一旦待ちっすね。一旦待ちで一旦ステイ。はい、オッケー。はい、嘘でしょ。やばいやばいやばい。デムシ頑張れ、デムシ頑張れ。ナイスナイスナイス。行くの？行かなくていいよ。バレてないそれ。ちょっともうちょい耐えてよ。無敵の時間で行きたかったよ。2位か。オッケーオッケーオッケー。危ねえ危ねえ。ちょ、いろいろとミスってましたね。はい、ということで、じゃあこんな感じでね、今回終わっていきたいと思うんですけども、まあこれであのバトルロイヤルっていうか、あの制圧のお話なんでね、ぜひともあの、はい、トラゲしたい人は制圧、はい、残念でしたっていう話です。ということで、今回この話を終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。皆様、それでは、バイ。